もこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ということで今日は6月中旬ということで、そろそろ引退のキハ85系に乗車していくよ。この動画を投稿している日はおそらく、キハ85系の営業運転ラストランの日だな。まあ投稿日の6月30日をもってキハ85系が引退するということなので、キハ85系の放送や座席、車内設備なども見ていこうと思うよ。それじゃあ早速乗車していくのぜ。引退直前ということもあって、観光客の他にも、キハ85系の乗車を記録しようと乗りに来た鉄オタの人も多いね。一応私らが座ってく座席は、スピーカーが一番近い前から2列目の座席だぜ。何期の放送でワイドビューチャイムが聞けるのもこれが最後となるからね。新型の HC85 系からは新チャイム、アルプスの牧場が流れるから、ワイドビューチャイムが聞けなくなってしまうのぜ。そしてこのキハ85系、実は座席部分と通路部分で段差があって、ちょっぴりハイデッカー構造になっているよ。カミンズ製エンジンを鳴らせながら名古屋駅を発車だよ。この先、南紀は、桑名、四日市、鈴鹿、津、松坂、田毛、三瀬谷、紀伊長島、尾鷲、熊野市、新宮と止まって、終点の紀伊勝浦に向かうのぜ。JR 東海をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急南紀5号紀伊勝浦駅です。ちゃんと発車時にワイドビューチャイムを鳴らしてくれたよ。新幹線と交差して関西本線は進路を三重県方面に向けていくのぜ。奥に見えてるのは近鉄線かな。 JR をフルボッコにしていることでおなじみの名古屋線。まあ近鉄と JR じゃ本数が違いすぎるからな。ここの名古屋の車両基地にはもう粉砕進めるぞと言わんばかりに HC85 系が待機しているのぜ。まあ7月1日に一斉粉砕だから、ある程度配備しておかないと間に合わないのかな。洗面台も昭和の時代の雰囲気を感じることができるような感じになってるね。バブル期に製造された車両ということもあって、ところどころ昭和の面影を残していたりするのが魅力だな。てかなんで近鉄は JR をボコボコにしまくってるんだ。この関西本線、単線だから行き違いのための運転停車をせざるを得ないのよね。その結果実質的に停車駅が増えていくわけだよ。しかも片側が遅れると遅れがどんどん広がっていくからね。なるほど、単線で行き違いの停車があるから全線複線の近鉄に所要時間で差をつけられてしまうわけか。ありがとうございました。まもなく四日市、四日市です。出口は四日市駅に到着なのぜ。たまたま車掌がよくワイドビューチャイムを鳴らす人だったっぽいね。一駅一駅ごとの放送でワイドビューチャイムを鳴らしてるよ。まあもしかしたらそろそろ引退するキハ85系に乗りに来た人へのサービスかもな。関西本線と別れ、ここから先は伊勢鉄道線の区間に入っていくよ。近鉄に対抗するべく、伏線で作った高規格路線だな。一応電化準備設備もあるらしいから、その気になれば電化して電車を走らせることも可能なんだそう。まあでも多摩米と伊勢鉄道が協力してやるかどうかは怪しいがな。線内の停車駅、鈴鹿駅に到着だぜ。ちなみにこの後、津駅から折り返して鈴鹿で逆側のキハ85系南紀を撮影したよ。この駅の駅員室には伊勢鉄道の記念品なんかが飾られた部屋があるから、ぜひ気になる方は行ってみてほしいのぜ。近鉄線が頭上を通り越して、三重県の県庁所在地、津駅に到着だよ。私らはこの駅で降りていくんだよな。たった1時間の乗車だったけど座席の快適さとワイドビューチャイムのおかげで充実していたよ。
ということでキハ85系に乗車してきたぜ。見慣れた車両がまた一つ引退してしまうのは寂しいけど、今後の新型 HC85 系の活躍にも期待していきたいね。ちなみにキハ85系は一部の車両が京丹後鉄道に譲渡されているらしいぜ。北丹後も行かなきゃね。ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいぜ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃあねー。